アクア、広島センター街は、広島県広島市中区元町にある、ショッピングセンターである。1974年10月開店。広島市の中心地区である神谷町交差点の角に、立地する、広島センタービルにて展開される、商業施設で、バスターミナルである、広島バスセンターのショッピングゾーンにあたり、同ターミナルを運営する、株式会社広島バスセンターにより運営される。 同一建物内に構築している祖号広島店の専門店外的位置づけでもある。建設当時の経緯から、広島バスセンター所有の土地を祖号が借り上げる形で建設され、建物自体の大半は祖合保有という権利関係となっている。通称はアクアで、この通称は2002年3月23日のリニューアル時に付けられたものである。 1974年のオープンから2002年のリニューアル前までの名称は広島センター街でオープン前の5月から6月10日まで新聞広告で一般公募され約3 2 1 0の中から選ばれた名称が1974年7月15日の紙面で発表された。その頃は歌詞付きのテーマソングも存在していた。 1973年3月の時点で、テナント申し込みは50業種、378点、あった。その中から、開店時に156点を先行し入店した。エレベーターは2カ所あり、県庁側は1996年頃、駐車場側は2000年に、リニューアルされた。従業員用エレベーターも2004年頃に、リニューアルされ、 長らくリニューアルされていなかったエスカレーターに関しても2012年頃より順次リニューアルされている。本線側のエスカレーターは2階と4階を直結し、バスセンターがある3階を通過する形で設置されている。店舗の隅には折り場と直結する形で3階バスセンター、到着ホームから2階4階に行くエスカレーターが整備されている。建物は地上10階。 地下3階だが、3階はフロア全体が広島バスセンター、地下1.2階、10階、屋上は祖母を広島店の売り場のみ、地下3階は従業員施設となっており、くは広島センター街としての売り場は1階、2階、4階から9階となっている。また、2003年8月までは、地下1階もセンター街の売り場で、名店食堂街が整備されていた。 2002年のリニューアル時に、スパイラルエスカレーターの周辺に案内所が整備された。スパイラルエスカレーターは1986年3月14日に設置された。1階から5階までのフロアには、医療、雑貨店舗が多く入居する。6階には、オープン当初より1フロア全体に、木の国や書店広島店が入居し、開店からしばらくの間、広島最大の書店だった。 7階がグルメダウン、8階と9階が医療機関のフロアとなっている。8階には広島市消費生活センターが入居する。現在、案内所がある地には噴水の広場が整備されていた。8階には以前はゲームコーナーを設置していたが2000年以降に撤去している。また、電電校舎のショールームも1990年代、初めまで設けられていた。 祖を広島店本館とは各階で連絡し、元町クレドとは本館経由で1階、3階、6階で連絡している。神谷町シャレオとは B1 階連絡通路にて、メルパルク広島3階連絡通路にて直結している。リニューアル時に各フロアには水のフロア、花のフロアなどの故障が付けられていたが、現在では用いられていない。現在のフロア構成については、 公式サイト内フロアガイドを参照のこと、本館直結の収容台数、車両駐車場をはじめとする元町パーキングアクセスとも提携している。木の国や書店広島店の存在は広島を基盤とする書店双葉図書の経営にも大きな影響を与えている。ありがとうございます。